で、次にですね、左七三分割のその左という部分ですね。まずこれでですね、じゃあこの図とですね、この図をちょっと比べるようにしましょうか。この図とこの図ですね。ということは、左分割と右分割とどちらが似合うのかということなんですね。まあ、似合うということは安定しているということなんですが、でその前にですね、この図、まあ、よく見るとですね、左右が違っていると思うんですが、かなり違ってます。例えば目の位置もですね、左が高くて右が低いですね。口角もそうですね、全てそうですね。で、顎の線もですね、左とか右っていうのはこのお客さんにとってですから、こちらが全部左ですね、こっちが右ですね。で、顎の線もですね、右の方が膨らんで左の方が細くなってます。頭の高さもですね、左の方が高くなって右がこう落ちているという形ですね。もみあげの上から見るとですね、もみあげの位置とか耳の位置なんかもですね、例えば、この側面の中心線に対して左は耳タブが出てますけれども、右の図ではですね、耳タブがこの線に収まってるんですね。というように、またはですね、この発腮の後傾部の後傾発腮の線ですね、このようにつながっています。まあ、そのぐらいに歪みというものがあるんですけれども、で、これをですね、で、さっきの図で左で分けるのと右で分けるのを比べたときに、まあ、どちらが安定しているかということなんですね。で、この歪みには定義がありましてですね、2本の対角線、ペケに書いたですね、このバッテンをした時の対角線ですね、こっからここまでの線とこっからここまでの線という2本の対角線の比がですね、大きければ大きいほど、歪んでると。要するにこの線とこの線の2本の線が差があればあるほど歪んでいるということなんですね。そうするとどう見てもですね、右で分けた方が長い短いなんですね。で、こっちの方が長さがそれほど差がないと思うんですね。当然だから左の方が歪みが、ヘアスタイルの乗せた時に歪みが少ないということなんですが、まあ、こっちの方が安定してるんですけど、実際こうやってみるとですね、右で分けてみると膨らんでるのはこちらと顔のこちらです。もう実際にこうこちら側にですね、倒れてしまうような形なんですね。ですから安定させるということで、安定しているということで左分割の方が合うということなんですね。まあ、それでミディアムというか、まあ、基本のスタンダードヘアはですね、全て、左で分けています。ただじゃあなぜこのですね、左かというもう一つの問題で、今左の方が頭はですね、顔は左の方が高くて、右が低いと言いましたけど、これはですね、何から来てるかというとつむじから来てるわけですね。で、つむじの巻きがですね、これ右巻きの人の頭なんですね。右巻きの歪み方なんですね。で、当然この逆もあります。左巻きの人はですね、で、右巻きと左巻きとあるんですけれども、じゃあなぜ基本が右巻きでできているのかというと、まあ、日本人の7割から8割は右巻きになっています。まあ、先ほど の丸顔を基準にしているのと同じようにですね、やはり多いというかですね、人の表、まあ、標準というかですね、そちらに合わせているものですから、右巻きのつむじに合わせているということで、分割がこの歪みに対しての合っている左分割になっているということなんですね。ここに写真がありますので、ちょっと見てみましょう。人間の頭と形の左右ですけども、
これはですね、半分が左右の半分を分けてですね、左半分と右半分にしたものなんですね。でこの写真とそうですね、これが分けてない写真なんですね。これ右巻きです。右巻きってことは、右巻きということは、こちらのこっちがですね膨らんでこっちが細いんですね。さっきのずっと同じなんですが、そうすると、こちらのですね右半分をくっつけたのがこちらですね。左半分くっつけたのがこちらなんですね。これだけ、まあ、全く別人のような感じですね。このぐらい違うんですね。で今度はですね、これ左巻きの人です。左巻きの人の場合には、この左の方がふっくらして右が細いですね。でそれを同じようにこう合成してくっつけてみるとですね、まあ、ほくろの位置を見ればもう明らかにそういうくっつけた写真だったことが分かると思います。全く別人なんですね。まあ、どっちもですね、右巻きも左巻きも、まあ、こうやって歪んでるわけなんですけども、ただそれが右巻きと左巻きとでは全く左右が違うということですね。まあ、そういうことからですね、スタンダードヘアは左分髪、そして七三分髪ということで、左の七三分髪であるということですね。ちょっと説明長くなりましたけれども、以上です。